四鶴竜高尾は、日本の科学工学者、東北大学名誉教授、元宮城工業高等専門学校校長、元日本分析科学会会長、元日本科学会副会長、北海道函館市生まれ、北海道函館中部高等学校を経て、1961年、北海道大学工学部応用科学科卒業、 1966年北海道大学大学院、工学研究科応用科学専攻博士課程修了、工学博士。1971年日本分析科学会、奨励賞受賞。北海道大学助教授を経て、1978年東北大学教授。1991年環境科学会評議員1992年日本微量元素。 学会表議員。同年日本科学会学術賞受賞。1996年日本分析科学会学会賞受賞。1997年東北大学大学院工学研究課長、工学部長。2000年東北大学名誉教授、宮城工業高等専門学校長、日本分析科学会会長。 2002年国立高等専門学校協会会長2004年国立高等専門学校機構理事2007年宮城工業高等専門学校顧問2009年東北大学未来科学技術共同研究センターシニアリサーチフェロー日本科学会副会長文部科学省中央教育審議会大学制度部会専門委員大学評価 学位授与気候評議員、日本技術者教育認定気候基準委員会委員、宮城県産業振興審議会会長なども、歴任した。ありがとうございます。